こんばんは。暑い今日も。ありがとうございます、ギフト。ありがとう。もうアイスじゃなくなったのか。今日は何？こんばんは。暑かったですけどしっかり寝れました。うん、私もうクーラーずっとつけっぱにして寝ちゃうので、なんかタイマー設定してとか、まあ、めんどくさいのもあるけど、なんか暑くて起きるとかが嫌だから、もうずっとつけっぱですね、ここにの部屋にいる限りは。部屋出るときはさすがに消すけど、部屋にいるときはつけてるかな。こんばんは。でも布団とかまだ出しっぱだからさ、全然さ布団かぶって寝てる。そう、全然出しっぱしまうのがめんどくさくて出しっぱなしです。こんばんは、ありがとうギフト。そう、喉やられそうって思うんだけど、今んとこやられてないんだよね。口開けて寝てないのかな。でも喉やられるの嫌だから、どうにか対策はしたいんだけど、マスクして寝るのもな、なんか好きじゃないし、そう、どうしようって感じで。羽田楽しみね。羽田もあとちょっとだよ、やばい。もう5日後、6日後か、6日後ですね。早いですね。この間なんか福岡行ったばっかりみたいな感覚すぎて、今日も見てたんですけど本番の映像をね。楽しみだな。髪型悩んでる。うん、悩んでる。どうしよう。何がいいかな。迷ってます。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。髪型どうしようかな、何がいいかな。下ろすと暑いかな、迷うね。なんかみんな結構さ、夏だとさ上げがちだからさ、逆に下ろす作戦。昨日羽田チケット発見しました。割といいとこだった。お、それは良かったです。ギフトありがとう。何してても暑いと思う。それはそう、それはそうすぎ、正論なんよ。それはもう歌って踊ってる限り暑いんだよね。どんだけ涼しい格好してても、どんだけ髪の毛を上げていても、暑いもんは暑いからね。こんばんは。
今日37度、37度もあったんだ、やば、暑いね。なんかもうさ、リビングとか、家のリビングとかでもちょっとなんかクーラーが当たってない位置とかにいるだけで暑いからさ、外なんかに行ったらもう死んじゃうんじゃない？マジでやばそう。家出たくなくなるけど家出たくなる、なくなるんだけど、やだな。ありがとうギフト、こんばんは。みんな大丈夫ですか？体調とか元気ですか？こんばんは。今日ゼップチケット発見、あ、ありがとう、来てくれるの嬉しい。札幌涼しかったけど名古屋の暑さ気づく感じ。名古屋暑いって言うよね。でももうどこも暑くない、そんな割と関係ない。こんばんは。アイス箱買いして3本食べた元気、元気だ。いつもさっきアイス食べました、久しぶりに。こんばんは。みんなほんと気をつけてくださいね、ちゃんとクーラーつけて、クーラーつけて。ギフトありがとうございます、ありがとう。こんばんは、こんばんは。もう名古屋じゃなくても暑さの限度超えてるので全部一緒みたいなとこね。え、ほんとそうだよね、マジで暑い、どこ行っても暑いもん。なんか電車とか涼しいのにさ、一気に外出ると暑いから逆に体調崩しそうになる、温度差がすごすぎて。涼しい場所にいたのに急に暑いとこにさ行かなきゃいけなくなっちゃうからさ、おーってなります。ライブ続きだから体調崩せない。そう、そうなんだよね、そうなの。学生の時よく外で部活してたなって思う。私もなんか一応その時代はあったんだけど、よくやってたよね本当にそう、一応その時代経験してるけど、外でなんか走ったりとかさ、部活、しかもなんか部活入ったのはいいけど、なんか最初ってめっちゃ走らされません？もうすんごい嫌いだった、走るの。ずっと走ってるだけで超退屈だった、めっちゃ嫌いだった部活だから。こんばんは。そう、めっちゃ走った記憶ある、すごい嫌だった。しかもなんか運動部の人って掛け声しながら、あ、そうそうそう、謎の掛け声あるよね、もうど忘れしたけど、なんか言ってたよなんか言ってたけど、マジでもう記憶からない、消え去ってますね。もう多分思い出したくないんだろうな、思い出せないってことは。いやでもあったあった、なんか変なコール変なコール言いながら
走ってたよ。私なんかバスケ部だったんだけど、そうバスケ部だったんだけどね、そうあのまあ当然走るやん。そうめっちゃもうなんか一生走ってた記憶しかなくて、部活バスケってさ、そもそもさ試合とかする中でも走ってるわけじゃないですか、ずっと。まあサッカーとかに比べればあれだけど、バスケもバスケでなんかめっちゃ走るじゃん。そうなのに部活のその試合の中でも走るし、なんか試合してなくてもなんか1年生は走るみたいな、なんかよくわからんルールで走らされて、なんか走ってた記憶しかないかも。嫌だったな、ほんと。走るの嫌いじゃないけどさ、なんかさあのなんていうの、長距離、長距離めっちゃ苦手だから、そう短距離ならすぐ終わるからさいいじゃん別に。ゴールがちゃんと見えるから好きなんだけど、長距離ってなんかもう何周も何周も走らなきゃいけないからさ、やだ嫌い。陸上部だったから走ってばっかりでした。陸上部はやっぱ走りますよね。嫌だったな。持久走とかも嫌いだったしな。こんばんは。シャトルラン、シャトルランはあれじゃ、あれであった気がする。なんか体力テストみたいな、なんかありませんっけ。シャトルラン、シャトルランも好きじゃない、なんかせかされてるよねあれも。やだな。水飲むなとか、もうその時代って本当にあるんだ。なんかさ都市伝説みたいなものだと思ってた、運動中に水を飲まないみたいな。なんかよくありますよね、なんかテレビとかでさある。あ本当に存在するんだ、なんか嘘だと思ってた。マジなのそれ、危なくない？めっちゃ。まあでも今ほど暑くないからってこと、そんなの関係ないよね。うん、倒れちゃうよ、さすがに倒れちゃうよ、水飲めないだなんて。隠れて飲んでた。いや私もそうすると思うな、隠れて飲むかも。そんなのもできないみたいな感じ。手とか洗うふりして飲むかもしんない、もう。やばいね、えぐ。やばいな。でも今もなんだけど、なんかあんまり水分補給みたいなする癖っていうかがなくて、ご飯中とかもうあんまいらないタイプなんですよね。そうなんか飲みながら食べるっていうのがあんまり好きじゃなくて、そう食べてる時にお茶とか飲んじゃうと、なんかそれでお腹いっぱいになっちゃって気持ちになっちゃって、そうあんまり飲まないんだけど、そうだから小学校とかさ水筒持っていくじゃん、夏とかは特に。そうでもさ
ま、なんか家に家で入れていくじゃんね、お茶とかを。でそのまま持って帰ってくるみたいな子だったから、すっごい怒られてました。またそうやって飲まないで帰ってきてって怒られてた。確かに今考えたら危ないよね。こんばんは。公園とか行けてないから、どこか話せるか心配。あ、話題があるかないかってこと？それは大丈夫です。私が何とかします。こんばんは。夕方感謝会になりそう。全然それでもいいけどね。それはそれで思い出って感じでいいかなと思うけど、まあトーク会握手会だからおしゃべりできるから、まあでもあんまりそんな深く考えずにって感じですけど、来てくれるだけで嬉しいです。1年目のイベント決まってた。あ、そうそうなんですよ。26日、もう地元祭りです。1日、そう、ラジオ出演してからの生放送です。楽しみ。15時半からあれです、ラジオ出演します。みおまると、嬉しい。公開生放送だから、一応なんかなんて言うんだろう、公開だからなんて言うの、見に来れるよみたいな感じなのかな。津宮ズおめで幸せね。ゆずも嬉しい。こんばんは。楽しみ。あのね、公開生放送の場所がなんかね、どこだったっけな、なんか商店街の右側左側右側どっちでもあれか、商店街の中にある多場所なんだよね確か。そう、そこで
多分ラジオやんのかな。ちょっとあんまりなんか詳しくないって あんまり分かんないんだけど、ちょっとまたちゃんと説明できるようになったらお話ししようかなって言っても、もう4日後とかだもんね早すぎ。早すぎ。楽しみ、ラジオ。去年まで普通にお祭り楽しんでたのに今年はなんかすごい、なんだろう、ラジオとか違う形で携われるのがとっても嬉しいですね。こんばんは。そう、なんかアプリから聞けるんだけど、そうラジコじゃないのよね、違うやつです。私がねツイートしたやつに書いてあります。そのアプリダウンロードしたら聞けるみたいです。嬉しい。アプリ入れたよ、ありがとう。楽しみだね。こんばんは。YouTube もある、あ、 YouTube もあるの、私が知らない情報なんだけど、出てるのかな、 YouTube もある。ありがとうギフト、ありがとうございます。こんばんは。あ、そうそう、商店街の中の建物、そうなのよ、そこです。こんばんは。
ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとう。新幹線ね、新幹線今日止まってたんだよね。なんかあんまりっていうか、そういうさ、あの交通機関が止まったとか、なんかあんまり遭遇したことないから怖いですね。なんかさ、その、まあ、人身事故とかさ、なんか大雨とかならまあまだわかるけど、それで止まっちゃうとか遅延するとかならわかるけど、危ないよね。名古屋駅、確かに名古屋駅がなんかすごかったんでしょ今日。やばいね、今日引きこもり、あ、そう、引きこもってました今日。思って何時に起きたかな、めっちゃ遅くに起きたよ。でも引きこもりかわいい。かわいいとかあるんだ、引きこもりっていうものに。いやー、寝てたよ、寝てただけですけど。あ、そう、ドラマ1個見た。明日2個見ます。暑かったから正解。いや、でも私ほんと休みの日はさ、出たくないので、家から誰にも会いたくないとかっていうわけじゃないんだけど、そう、なんか予定を立てるのめんどくさいから家にいることが多いかな。こんばんは。明日もこもるの。うん、引きこもります。引きこもらせていただく、プラスちょっとツアーの練習しようかなって感じです。もう羽田がもうすぐだからね、練習しないとですね。明日も37度。やば、37度。やばくない？普通に考えて37度って何？やばすぎ。危ないよね、本当。家から出ない方がいいよ、本当に。羽田の発見してきました。候補席だけど楽しみにしてます。 ありがとう。いや、もしかしたらワンチャンバナナ飛んでくる可能性あるからね、前の方じゃない席だとしても、後ろの方だとメンバーが投げたものが飛んでくるかもしれないから。でも羽田結構奥行きがあるんでしたっけ。 なんで何列あるんだろう、わかんないけど。
どれぐらいあるのかな。Z まである。え、 Z まであんの、やば、アルファベット全部あんじゃん、やば。やばいね。欲しいです。いやでもゆずがさ書いたバナナが当たるかどうかが分かんないからね。そう、そこはもう運ですね。私もだって福岡で投げたの自分のじゃないから、誰のだったんだろう、それすら分かんない。あとみゆちゃんかな、みゆちゃんのね、みゆちゃんのやつと、あとね誰かが分かんなかった、夜が誰のか分かんなかったです。もう見る間もなく投げちゃいました。あ、そう、私が投げたバナナか私が書いたバナナかどっちかですね。そうです、どっちかです。そう、福岡の時はあのなんだっけ、そう、最前に3人くらいいて、赤と黄色振ってくれてる人が。いやでもな、このまま投げても自分のじゃないんだよなって思ってたんですけど、ちょうどほんと私の目の前に私のペンライトとみゆちゃんのペンライト振ってる方がいて、そう、これはもうこの人やんと思ってあげた。そう、あげたらもっと遠くに飛ばせって怒られました。そう、もっと遠くに飛ばせ、そう、前じゃなくて後ろって怒られました。そう、前じゃない後ろですって怒られました。すいませんって後ろに投げました、夜は。でもどこの列まで飛んだんだろう、結構ね、なんか投げる系弱いんだよね、全然飛ばないの。そう、全然飛ばなくて成績悪かったんだよね、あの投げる系の。もうなんか勝手にバットとか持ってきて自分でなんかやろうかな。自分でやろうかな。そう、なんか意外と軽いんだよね。そう、なんか軽いんですよねって言ったら、スタッフさんに何か重りでもつけておけばって言われて、危なすぎ。そう、なんかちょっと重たくすれば飛ぶじゃないですか、やっぱり。そう、だからなんかつけとけばいいんじゃないみたいなって言われました。でも結構怖くない？なんか何かが飛んでくるって。だってステージ上からさ、いやなんかボールとかもありがちだけど、サインボールとか結構怖くない？こう見ててさ、急にメンバーが一斉に物投げてんのさ、冷静に考えたらちょっとふえーってなりそうだけど、ならないものなのかな。もうギフトありがとう、ありがとう。だって同じタイミングでさ、ポイって投げてるんだよね。ちょっと怖くない？投げてるものによりますが、大体ワクワクします。
私ももう8年目で初めてだよ、バナナ投げてんの。ボールとかは今までありましたけど、初めてですよバナナ投げたの。怖すぎます。こんばんは。七夕祭り来るのめっちゃ嬉しい。ああ、ありがとうございます。嬉しい。楽しみましょう。こんばんは。ゆずちゃんに苦手なバナナ、うん、苦手。結構きついよね、偽物だとしても。うん、なんかリハでバナナ投げるって言われた時に、あ、マジかと思ってそれはマジかって思いましたよ、正直。苦手だから。本物じゃなくても無理って相当よね。うん、無理無理ですね。持って踊る。いや、なんかもうさ、最小限にしたいから、もうこうじゃないの、持つのこうだからそう、もうこれで持つしかない。そう、なんかこうやって持ってた。こうやって持つともうなんか嫌な気持ちになるから嫌な気持ちになるからこうやって持ってた。本番もそう、本番で初めて見たの。まあサインは書いてたけど、サインとかメッセージとかは書いてたんだけど、そう、あの、なんていうの、投げたのは、あ、でも一回リハで投げたことあるのかな。一回リハで投げたんだけど、もうそっから投げてなくて、そう、もう本番で投げるみたいな感じだったんですけど、そう、もう本当に。あ、50分にはありますね。前世で何かされたいや、昔は好きだったし食べれたんですけど、そう、食べ過ぎて嫌いになっちゃったっていう、ちっちゃい頃のあれだからさ、いつの日からか食べれなくなっちゃったらしい。私が大体今食べれないものってそういうのが多くて、意外となんか食べてきてはいるんですよね。そう、けど、まあ口に合わなかったか、食べ過ぎてちょっと飽きちゃって嫌いになっちゃったから、どっちかって感じ。そう、割とね、食わず嫌いはないかな。まああるかもしれないけど、そこまでないかも。あ、そう、だからヨーグルトも食べれたんですよ、昔。食べた記憶もある、ちゃんと。その、食べた記憶もあるんだけど、そう、いつからかなんでか分かんないけど食べれなくなっちゃって、もう今は食べれない。ヨーグルトもね、ダメだね。なんか味も無理だし、食べてるところの近くも行けないし、そのメンバーとか普通にヨーグルト好きなメンバー多いから、そう、食べてんなーって思いながら、
そう、あんまり呼吸しないようにしてる。そう、呼吸しないように心がけてます。カルピスもダメ。あ、なんか飲むヨーグルトとかはダメなんだけど、カルピスとかはいけます。ジュースなんで。そう、ジュースなんで大丈夫です、そこら辺は。そう、でも飲むヨーグルトは好きじゃない。え、でも飲むヨーグルトとカルピスって全然違くない？別物じゃないですか。俺一緒って思ったことないけどな。味全然違うやん、ヨーグル飲むヨーグルトとカルピスって。一緒って思ったことないけどな。一緒なのかな。飲むヨーグルトは重たいからかも。カルピスってさらってしてるじゃないですか。ギフトありがとう。ありがとうございます。飲むヨーグルトはさ、そのさ、飲み込むのに力がいる。なんかうんってなりません？カルピスは全然何にも考えずに飲めるけど、飲むヨーグルトはちょっと飲み込むのに時間かかるかも。ちょっと難易度が高いですね。あ、じゃあ、あ、いい質問。ダメですね、あれも。あれもヤクルトとかカルピスとかではない。飲むヨーグルトの部類に入ります、私からしたら。そう、そっち側ですね。だから飲めないやつですね、ジョアも。でもジョアも飲んだこと、飲んだ記憶はあるな。でもめっちゃ昔かも。でもヨーグルトももう長らく食べてないですね。もう何年も食べてない。ヨーグルト飲料か乳酸菌飲料。え、多分それだと思う。その違いじゃないかな。クイズにしたら面白いかも。私が食べれるもの食べれないものクイズ。いやー、もう自分でも分かんないぐらいだけどね。フローズンヨーグルト×です。食べれません。自販機のナタデココ、あ、それ大好きです。それめっちゃ飲む。めっちゃではないけど、あの自販機とかで行くと売ってると、うわー買っちゃおうかなーってなりますね。あれはいけます。あれだってカルピスじゃん、中。あれカルピスじゃない、中身。ヨーグルト風味やろ。いや、あれはヨーグルト風味って感じたことないから、私がヨーグルト風味って感じるものはヨーグルト風味だし、感じないものはそうじゃない。そうじゃないです。ヤクルトは好きです。大好き、ヤクルトは。なんかさ、ペットボトルに入ってるさ、ヤクルト系の飲み物ありません？ああいうのも好き。あれも好きですね。でっかいヤクルトみたいなやつ、ペットボトルに入ってる、あれも好き。でもヤクルトの喉乾くからな。ちょっとあんま飲まないけど好きですよ、ヤクルト。
マミーとかも大丈夫そう。わあ懐かしい、好きです。マミー美味しい、マミー美味しいよね。わかる、めっちゃ昔飲んだ記憶あるな。ありがとう、ギフトありがとうございます。こんばんは。ヨーグレットとか美味しいな。ヨーグレットってお菓子？でもお菓子のあれ、ちっちゃいヨーグルトみたいなやつはいけるんだよね。あれはもうヨーグルトじゃないからかな、砂糖みたいな味だからかな。もう自分でも分かんないや。そう、駄菓子屋さんとかに置いてるさ、これぐらいのさやつ、あれはいける。あれはなんなら好きかもしれない。チェルシーとかは、チェルシーってなんだ、飴？食べたことないな、チェルシー。駄菓子屋さんとか今でもあるのかな。駄菓子屋さん大好き、なんかめっちゃワクワクする、いつ行っても。ミルキーも好きだよ。ミルキー美味しいけどあんまり食べないけど、たまに食べたくなるし、あると食べたいなって思う。あ、50分になってる。そろそろ終わろうかな。ありがとうございます、今日も。ありがとう。おやすみなさい。また明日。またね。ありがとう。おやすみ。ありがとうございました。バイバイ。またね。おやすみなさい。